東京都江東区長選をめぐる公選法違反の罪で起訴された柿沢美と被告の辞職に伴い実施される衆院東京15区補欠選挙4月16日告示、28日投開票が混沌とした状況だ。候補者を擁立する方針の日本保守党は25日、選挙区内で街頭演説を行った。政治と金でで揺れる自民党では候補の候補に 待ったがかかり国民民主党は公認候補を急遽取り消すなど各党の動きが激しくなっている日本保守党は江東区からクリーンな政治を江東区から日本を豊かにしなければなりません雨天となった25日東京豊洲の商業施設前に同党の外戦車ブルーサンダー号が登場しスピーカーから党事務総長のジャーナリスト有本薫氏の声が響いた 百田氏、何としても日本を良くしたい。ベストセラー作家で党代表の百田直樹氏は街頭演説で、何としても岸田政権を倒さないといけないが、岸田政権に代わる野党はない。日本保守党、何としても日本を少しでも良くしたい。日本は30年間サラリーマンの平均給与が上がっていない。若者にとっては絶望的な国だ。 政治家は自分のことしか考えていないと訴えた有本氏もマイクを握り日本保守党は政治腐敗と政治の過業化を正していく同時に東京の都政はこれでいいのかと聴衆に問いかけた選挙区内の凱旋には共同代表の河村隆名古屋市長や元仙台市長の梅原克彦氏も参加した一方自民党東京都連は16日 中国の候補者ををすることを了承しただが、小渕優子選対委員長ら党本部側は、調整が必要だとして後任に待ったをかけていると、読売新聞が26日報じた。1月の八王子市長選では、自民、公明推薦の候補を小池百合子都知事が応援して勝利しており、補選でも連携に期待する構図も浮かぶ。 国民民主党の玉木雄一郎代表国民民主党は25日、元フリーアナウンサーの新人、高橋麻里氏27の公認内定を取り消したと発表した玉木雄一郎代表は記者団に法令違反の恐れがある事実が確認されたとし、お金の問題については党としても厳正に対処しないといけないと述べた高橋氏は SNS で 一時期生活保護を受け、お金に困ってた時期があります。その時期にラウンジという夜のお店で一生懸命働きましたと涙ながらに話す動画を投稿、当から体調不良を理由に事態の指示を受けたと明かした。投稿はその後、削除された玉城氏は X で、ラウンジ等に勤務していたことで、公認を取り消すことはないとした。 党は26日に詳細を説明するという東京・中国補選では、日本維新の会と共産党がそれぞれ新人擁立を決め、立憲民主党も検討中。野党内では候補乱立が懸念されており、国民民主の対応は今後の情勢に影響を与えそうだ。